東日本大震災で被災した経験を持つアスルクラロ沼津の選手が、昨日沼津市の小学校で授業を行いました。みんなに後悔してほしくないの、僕みたいに。アスルクラロ沼津のキャプテン菅井拓也選手は、12年前の東日本大震災で父親を亡くし、当時大学生だった菅井選手も被災しました。昨日沼津市の金岡小学校では防災について学ぶ授業が開かれ、菅井選手は家族や大切な人と何か一言でもいいから会話をしてほしいと子どもたちに伝えました。なるべく毎日いっぱい会話をしておいた方がいいと思いました。いっぱいお話ししようかなと思いました。家族との時間を大切にしようと思いました。参加した児童は菅井選手の言葉に真剣に耳を傾けていました。